リンク切れとは、あるウェブページ上に設けられた、ハイパーリンク先のページに接続できないこと。原因としては、リンク先のページが失われた、URL が変更された、リンク先のウェブサーバーに不具合が生じているという、以上3つの可能性が考えられる。これらのうち、競技では、リンク先にあった情報の再取得に、手数がかかるもしくは不可能な、リンク先のページが失われた、 状態、状況のみを言う。英語では、リンク切れ、リンクが使えないこと、途切れたリンクを、主にブロークンリンク、と言い、他にも、デッドリンク、リンクロット等々、いくつもの用語と言い回しがある。日本語では、デッドリンクを御社した、デッドリンクが外来語として通用しており、ブロークンリンクや、リンクロットなどは通用しない。したがって、日本語で、切れた、リンク、 壊れたリンクを言う場合は、それらの言い回しの他に、普通名詞としては、デッドリンクが正しい用語ということになる。Wikipedia で表示される404エラーの、Window インターネットの普及が進むにつれて広く使用されるようになり、一部のインターネット用語辞典や一部の汎用辞典、信号辞典に掲載されるなど、通用語として定着し始めている。 リンクが切れているという死語実語の形で表すこともでき、リンク先の使用期限が切れている、もしくは、リンク先とのつながりが途切れているといった意味から来た言葉と推測される。講義ではリンク先が閉鎖している場合にも用いられる。リンク切れのウェブページにアクセスした場合の代表的な結果は、http ステータスコードが404ノット、ファウンドの応答が返されることである。 このほか,かつてコンテンツが存在し消滅したことを示す、ステータスコード415音も存在する。電子掲示板等に貼られた URL に対して使われることが多い。過去のログが大量に残る電子掲示板の特徴に由来するもので、数ヶ月や数年も前に貼られた URL は、リンク切れであることが多い。その URL、リンク切れだよ。その URL。 リンクが切れてるよのように、リンクを貼った管理者に対して指摘するように使うことも多い。ウェブサイトを運営している管理者にとっては別サイトと相互リンクをしたは良いがいつの間にかリンク切れとなっている場合もある。リンクを掲載したサイトが閉鎖され、ドメインが誰でも再取得できる状態になり、ドメイン再取得業者のドメインパーキングページになっていた場合も、 リンク切れと表される場合がある。ありがとうございます。